はい皆さんこんばんは。こんばんはじゃないや。おはようございます。えー、僕は寝てません。今帰宅したところです。えー、今日はですね、2018年6月の26日、えー、朝の6時7分です。よろしくお願いします。段階塾が終わってね、えー、そのまま帰ってきました。よろしくお願いします。えっ、ー、と、見てくれた人ね、みんなありがとうございます。楽しかったです。本当にありがとう。 お疲れ様ちょっとね一枠やって終わりにしたいと思います今日はすごく疲れました <laughs> いやー捨て頃も疲れたけど結構レンチャンで疲れたかもしれないですねあー大変だよいしょコメントビューアーを立ち上げてよいしょ はい、皆さんお疲れ様です。オラウンダさんお疲れ様です。おはような。俺はね、寝てない。今帰ってきたところだから。疲れたね。今、編集が終わったところですね。大変でした。お疲れ様です。いや、大変だね。初の試みだったけど、いろいろと、こう、いろいろありますね、うん。ちょっともう状況が全くわかってないですね。 大変だったあ。お疲れ様です。ちょっとね、数字もうちょい伸びたらいいなと思ったけど、悔しかったな。三千五百ぐらい。まあ、三千八百くらいかな。いや、全然辛くないよ。すごく楽しいよ。なんで。全然楽しいよ。 <laughs> すっげえ楽しいよやってて全然辛くないやっててなんで辛い立場なの <laughs> うん,んどれとパトはあかんわっつって <laughs>、うん、おはよう寝れてない俺も今もう全部くったくただよもう編集作業とミーティングが終わって今帰ってきたどれさん見ていて悲しかったおお そうなんだよねミラーがねミラーあとで気づいたんだけどニコ生のミラーが立ち見シー前で言ってたから2,000人持ってかれてたの閲覧だから5,000は稼げたのにね要は無断ミラーしてた人がいるみたいだね悲しいね一生懸命やっててさ半年間もかけてるのに泥棒する人がいるんだもんね悲しいよねねえずるいよね ちょっとそこはマナー守った方がいいんじゃないかなーなんて思ったけど。俺全然辛くない何が辛いのうん。今日楽しかったけど俺は。状況がよくわかんないですね。ふわっちで未あったの。それはダメでしょ。すげえみんな一生懸命作ってさ、数字取れなきゃ番組作れないのにさ、ちょっと悲しいよね。だったら許可ぐらいね、連絡すればいいのに、無断でやって閲覧稼いで。 ファンが増えるわけでもないのに何の意味があるんだろうねそんなことをしてまあまあいいんだけどおはようアグリーンアグリーンあのー、まあいいやお疲れんお疲れ様ワふわっで閲覧ミラー1000あったんだっていうことは30003000 3000だやっぱ6000ぐらいいくのが普通だよね やっぱね5,000は行くなと思ってたんだけどねなかなか行かなかったからうんまあまあミラーしてお金稼ごうっていう人いるんだろうえっ、ー、とごめんここでは言えない <laughs> 俺が疲れてたあれだわ、うん、まあまあすごくありがとうって感じだねアグリ、うん、そうだよねうん ままあまあ閲覧3,800かと思っておかしいなと思ったの5,000はいくじゃないかなと思ったからでニコ生が立ち見 C と立ち見 B が出ててえー、とふわっちで1,000人でしょう、まあ、まあ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 そうなるかっていうどうだったの終わった後さ俺とりあえずえっ、ー、と12時ぐらいまでダンカンさんと北郷さんと運営さんと飲んでて でその後も今5時半ぐらいまで編集やってたのかなミーティングと、うん、おはようどんな感じだったの状況が全くつかめてない小島グランプリだね小島グランプリあのダンカンさんがプロフィール経歴聞いてあ清原みたいだなって言った人、うん、あの人は緑がめ食ったりとかえっ、ー、と小島グランプリはお尻の穴に粉かけて粉塵爆破とか あのいろいろ体張る体張るけど閲覧が伸びないっていう生主さんですね、うん、ミラーひどいねちょっと悲しいね、うん、その頑張って作ってる側の人間としては、うん、まあまあまあそういうのを利用する人もね便利だからって言って YouTube 見てくれればいいんだけどね しょうがないよね。うん、おはよう。うん、いや,ー、うんうんいやー、すげえ面白かったなー。すげえ疲れたけど。すげえ面白かった。 和道さん大活躍だったね。すっげえ忙しかったし、うーんすげえ大変だったよ。すっげえ大変だった。おはようございます。別に出禁とかはないよ。なんでなんでうん。面白くなかった。もういいわ。あ、そうですか。和藤さんの AD 感めっちゃ面白かった。<laughs> <laughs> あ、了解です。はい。うん まあ生主のねあのやっぱりこう動くああ動くっていうのは想定してたからうん昨日の見て配信見てみたい人増えたああよかったよかったフォロワーダンカン塾のね人があの閲覧増えたら嬉しいなーって思ってるね おピンピン出てたって言われたけど大丈夫だったそれのせいで僕は今帰ってきたんです、はい、そのせいで僕はそう今帰ってきたんですはい大変でしたうんまあでもあのー、もうすぐ教えてくれて LINE とかもういろんな人が教えてくれてすぐミーティング開いて運営さんと。 まあね、あのー、悪意があったわけじゃないからっていうことで、あのこっち側で責任持とうっていうことで。じゃあ、飲み会はね、えっ、ー、12時ぐらいまでやってたかな。うん全然面白くなかった。<laughs> そっかそっか。うんそうそう、飲み会は12時ぐらいまでで、いや、このまま、あれ、ちょっとあのー、対策打たないとですねって言って、運営さんとがっつりミーティングしてた、俺は。 今帰ってきたの今でまあ、全然状況を把握できてなくてすぐ枠開こうと思って枠開いたね全然状況を把握できてなかったうんいやもうそれは対処終わってます大丈夫ですうん、うん、面白くはなかったけど和藤さん面白かったら別にいいああそう、うん、ありがとううん 面白くなかったけど和道さん面白かったからってことは面白かったんじゃないのそれわ <laughs> かんないけど普通に面白いけどねあの編集しながら見てたけどすごい面白かったね俺は,これは普通に好みだったわうん普通に面白かったけどなうん。 いやー疲れたな久々になんか仕事したっていう感覚だわ。<laughs> 久々に、うん。まあまあ、そんなもんだい、うん。お疲れ様です。あちちさんお疲れ様。今帰ってきたところ。まあ、一枠やって、あの、寝ようかなーって思ってますね。本気で嫌がられた。うん なんで和道が仕切ってはんの俺スタッフスタッフやってます仕切ってないよ別にでもまあいろんな人が見てたからこそ賛否両論あるんだろうねその賛否が全然分かんないあのー、本当にもうずーっと箱詰めでミーティングと編集作業と今後の対策とっていうのをもう飲んだ後5時間みっちりやってでやっと終わって電車で帰ってきた始発で帰ってきたところ俺 AD ではないよアドバイザースタッフだよ俺は。 アドバイザースタッフ AD じゃないよまあまあ今回は AD みたいな動きもしたけどうんあの番組あの作ってる一人ですね賛否だらけだったんだえリスナーさんの中でってこと配信者の中でってことあ結構荒れた感じだったの揉めたの 賛否だらけだったってど,どういうノリなのかわかんないちょっと T シャツ着替えるわのんちゃん汗かいた T シャツ無地のちょうだい

ど,どんな感じの酷評だったのカズンさん通じてスゴン練習会なのに見てました。ああ、ありがとうございます。朝やさん。よろしくお願いします。和堂と申します。もしよかったらフォローしてください。いや、疲れたな。大変だったわ。え、YouTube ではバット評価がグッと。あ、見てた。それは、あの、モニターで見てたから。うん。100の500だよね。確か。100の500。グッドが100のバットが500だったね。 そこは想定の範囲内だっったかなっていう感じだね私は普段見ない人のネタとか見れてよかったなと思うけど配信を理解してないという意見もあったコメントにコメントを読み上げることについてはだいぶ話し合ったかなやっぱりそのコメントを配信者が見てないっていうのとえっ、ー、とダンカンさん北郷さんが見てないっていうことでどういう対処をしようかっていうことは、えー、ミーティングかなりしましたねかなりしましたうん えー、解放が誰でもできるってなって和ドぐらいしかいないかなってああそういう流れかうんそれはね演者さん潰しちゃうから俺はなしかな美味しくないから演者さんがうんコメンの流れすごい早かったけど全部見えてたね捨て頃よりも低くはなかったからうんこれでねめちゃめちゃ汚れたかんね <laughs> で牛その後牛乳で 牛乳で汚れてたかんで、ね、結局誰ともしなかったよねうーんまあ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 そのねえいない <laughs> するかしないかは配信者の技量でしょ <laughs>、うん、フォローありがとうございます朝芽さんよろしくお願いします、うん、途中で見るのやめた普通の配信でいいわなるほどね あまあじゃあ賛否両論ある感じなのね。主にピって感じ主にピって感じなんだね。オッケーオッケー。うん。でも客観的に俺冷静に見て普通にいい番組だったなと思ったね。あの、正直言うと <laughs>。うん。すげえ、あのー、いいもん作れたなっていう感じ。どれがとにかく不快だったけど台本説。いや、台本ないね。えっ、ー、と、台本を渡したのは運営側と俺と、 ダンカンさんとキタコウさんしか台本持ってないです。はい、え台本どこにあるかなあれ台本どこ行ったこれ。これは演者は持ってないでしょ、うん。これが台本です。台本はここにあります。はい、あの持ってないです、演者は。えー、みどりが米全く拾わないから動画でいいだろうって枠開いて言った。あのね、うんと正解だと思う、緑さんの話は。うん 応募しててから文句言っっるやつは外すべきだった、ね、うーんまあまあそこがなんか面白かったかなっていうふうに思ったかな。あのミーティングでもやっぱり一人一人の議題とか全部話したんだけどえっ、ー、とやっぱ人が出ますねっていう話になって。であの例えば便所太郎さんは絶対に遅刻しないように捨て頃も一番に来てたし難関塾も かなり早く来たのね集合時間の1時間前に来ててでスタンバってであのー、やってたっていうのとネルさんは入った瞬間にまずスタッフさんに挨拶しに行って帰りもスタッフさんに挨拶して帰ったっていうところとかえー、とあとひかるくんは最後まで片付けをやってて「いいですよこっちでやりますよ」って言ってんのに「いやこれは礼儀なんで」って言ってその、えー、ピンクさんと小島グランプリと。 光くんの3人はずっと片付けをひたすらやっててとか何か面白かったねうん何かいないやよメインです <laughs> 冠です <laughs> youtube のコメントダッシだと、えー、お家帰ってみたら全然面白かったでしょ、うん、俺は普通に見て面白いと思ったけどねうん野田なんでワードしきってんのって言ってたけどおスタッフですね僕うん ダンカンが早く飲みたいって言ったのが印象的だったかな。え、早く飲みたいって言ってたっけ番組の途中、え、いつ頃だろう早く飲みたい。うん。ヒカルさんが飲みながらやってて面白かった。ヒカルくんと小島グランプリは飲んでたね。うん。飲んでた。うん、普通に客観的に見てなんか、うん、いい思い出になったんじゃないかなとか思ったけどな。 配信は少し、えー、見てほしいなって思いました賛否両論あっても配信者にチャンスのある企画でいい方向にいってほしいですうーんとね俺はね配信は見る必要ない派ダンカンさんと北郷さんが配信を理解する必要はないと思ってる、うん、ないと思ってるかな、うん、そこにはいろんな理由があるただコメントを拾い上げる仕組みは必要だなっていうことは、えー、結論になった 配信を勉強する必要はないダンカーさんと北郷さんがただコメントを要はリスナーさんの気持ちを消化する役割は必要だっていうふうになった俺らの中ではそれが結論だったねで今後どうしていこうかっていうのを徹底的に話し合ったうんまあ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 つまらなかったらつまらなかったよまあ仕方ないかんね そそそうそうそうコメントを見てるけれどもそれがリスナーさんに伝わってないっていうまあそれあえて意図的にやったんだけどね今回でもやっぱりそうネット民には受けないなっていうふうにはやっぱ判断にはなったかな、うん、でやっぱりねその野田総理すげえなーっていうふうに俺は感じたかな野田総理弁助太郎さん演者としてはねあとモンちゃんかな あのネタを仕込んできて準備してちゃんと質疑応答をしてちゃんと帰っていくっていう仕事としてあのやってたからやっぱりね公式の仕事とか受けてたりとかあのー、裏方の動きっていうのを分かってる人たちだったなっていう印象だったかな野田野田えっ、ー、と便所太郎さんもんちゃんねるさんみどりさんはちょっと乗ってない感じはあったかな。 うん、うん、まあ野田がとにかく俺はすげえ野田弁叙太郎さんもんちゃんあたりがすげえすげえなって思ったかな同じ生の節としてはすげえと思ったあやっぱ動きが違うって思った演者の実力さは当に見えたねうんどっかの枠で配信者が和道から呼ばれたって言ってたけど和道の人選なの俺が呼んでるわけじゃないよ うん、俺が呼んでるわけじゃない俺は声かけたこういう企画があるからエントリーしてねっていう声はかけてる、うん、ただ俺から呼んだっていうよりも全員がエントリーはできるけれども審査は入れてる、うん、声をかけたって呼ばれたわけじゃないよエントリーしてねって声かけた、うん、エントリーしてねっていや宣伝はしてたずっとうん ななんんでうスタッフなの、うん、とねずーっとね半年ぐらい前から俺がべあのー、制作の勉強カメラの勉強とか映像制作の勉強をさせてもらってて逆に配信に興味あるその運営さんだったから配信者のってなんでお花火もらえるのとかどうやって生きてるのとかど,どうしてやろうと思ったのとかもう意見交換をずっとやってる中だったのであのー。 今度こういう番組立ち上がるんだっていう話で一般人使うんだって YouTube ライブでって言った時に配信者使ってくださいって言ったのがきっかけだった俺がうん要は配信者限定で配信者面白いんで使っていただけませんかって第1弾はで2弾は YouTuber 編とか一般人編とかでいいんでもう配信者をもうプッシュしたのであの企画が通って俺はで出,る出たいと思ったからプッシュしたわけじゃんでも出れなくて であの逆にその裏方っていうかそのスタッフ側でやってもらえないかっていうことでぜひっていうことでもう立ち上げからずっと関わらせていただいてたそういう感じだからまあまああのー、ずっと、あのー、勉強させていただいてた関係なんですよね僕が学ばせていただいてたっていう,そう映像関係のこと 無茶振ぶりされた時の対応がすごく力量の差が見えたかもまあ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 、まあ、俺もそういう印象かなうんモンちゃんなんでドレさんの横なの嫌がらせみたいだった人選に関してはふわっちと、えー、ニコ生とツイキャスとあと出番に関してはそのバランスをすごくとったねうん別に意味は全くないでしょうん じゃあなんでその柏木ねえあっ柏木来なかったんかあーと来なかったのいっぱいいるなまあまあじゃあ例えば便所太郎の横がなんで野良猫なのかわいそうだったって言われても嫌っていう感じだしうん、うん、まああのまあこういう座組が一番いいと思った俺はうん 私は小島くんの質疑応答になぜかシーンとジーンと来てしまい泣きましたあーえ。それは小島くんの発言にってこと、うん、それとも、えー、とダンカンさんの返しにーンと来たってこと俺はでもダンカンさんの最後の言葉が別れ際に言ったね言葉がねすごい感動した。 これうんこれみんなと飲まないとダメだなって言って帰ってったの要はこの弾丸塾生たちの要はコミュニケーション取ってちゃんとやらないとダメだなって言って帰ってったようん <music> FC2 んで呼ばないの呼ばないじゃなくて、えー、と募集をかけたのでエントリーした人の中で、えー、と選抜してっただけだよ だから、呼ばないとかじゃないの。だから、ショールームからも来てたでしょ。ただ、普通にエントリーがなかっただけで別に俺らはオファーかけてないもん。俺は知り合いに声かけただけで。こういうの始まるから、もしよかったらエントリーしてよって言って。うん、見えちゃったのは決社。うん。見えちゃったのは決社。もう編集が入ってる。簡単に言うと。うん。いや、編集に時間かかって、それで帰ってきたところよ。今。 疲れたよまあしょうがないよね演者が一生懸命やってるわけだからケツ拭うのは俺だよな、うん、あまあノミニケーション苦手な人も多いだろうねまあそれは世代のギャップなんだろうなとか思っていやダンカンさんはもうずーっと俺に彼らってどういう人なのっていうことをずっと歩み寄ろう歩み寄ろうとしてたね、うん、で 飲まないとダメだっっって帰って言っ帰うん一回飲みてえなあって飲まないとダメだなって言って要は彼らのことを知らないとダメだみたいになってたのがねこの人すげえなって思った「はい亀尾さんはどつーちょめちょめお疲れ」「あれは演技なの本気なの?」って言っててずーっと「どうしたらいいか分かんなかったな」っつってあれは 「本気でああいうことを言ってるの?」とか「それとも演技なのか?」って言っててずっとずっとだったよ。うん、まあまあみんな目立ちたがり屋でしょ配信者も芸能人も、うん、それが職業だ職業だからね俺も含めてみんな目立ちたがり屋だよただまあいい目立ち方と悪い目立ち方はあると思うけど。 選んだのはま,まあまあダンカンさんじゃないのっていうかうーんまあダンカンさんじゃないね、うんえー、よくあの感じで長時間ニコニコしてたよねダンカンさんいやすっごいねもっと面白くなるにはどうしたらいいかってずっと考えてたよダンカンさんうーんなんかちょっと噛み合ってなかったなみたいなもっと彼らのことを理解したいなみたいなネット民ってどういう人たちなんだいってうん 引きこもりとかもいるのとか、あのどういう人たちなのってどういう人が見てるのってずっと聞いてたよ。すごいなと思った。うん、ありがとうございます。あ、東下まごさんいらっしゃい。企画の発想がすごいありがとうございます。うん。まあまあだからそのなんか面白かったないろいろ勉強になったな。うん、うん。 うん,ふん,ふん無茶ぶりが今一つだったか、うん、ふんふん小島君光君は富士山の1位だったんですよって言ったところに自分が受かりたいとか抜き人のああそれはねあったかいよねうんいやあの松任谷由実の歌真似はいらない <laughs> テレビとネットだから最初はかみ合わないのはしょうがないかもねああまあ想定の範囲内かなうん俺は。 むしろ、あの、よ、良かったと思って、なんでこんな数字が追いつかないんだろうっていう、果てのマークだったんだけど、まあ、あの、ミラーだったんだっていうので答えてて、まあまあ、そういうやついるんだなと思って。そこはちょっと残念だけどね。体を張るだけじゃない、弾丸塾やたけしさんについての知識がたくさんあって、本当に楽しいことや配信好きなんだなって。あ、まあ、そうだろうね。うん。あ、きんまいさん師匠だって言ってたね、小島グランプリね。 し連続でで大変でしたまあ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 でも充実してるっていうか30代で走らなかったら40代ないかなと思ってて、うん、まあ正直ね眠いしまあ今も寝たいけどやっぱり気になってみんなのリアクション知りてえなーと思って「相手もありがとうともさんいつもありがとう渡邉、うん」なんかこうどうだったんだろうっていう手応えを知りたくて。 もう全くずっとこもっててあ、どんな感じだったのかなっていう感じかな。うん、まあまあ、それで一枠開かないとなっていう感覚、俺の中では。寝れねえなっていう。眠いよ、今、正直。眠くて眠くてしょうがないよ。おはようございます。あ、お疲れ様です。俺の中では昨日って感覚じゃなくて今日って感覚なんだけど。 どれの今朝の閲覧800は弾丸塾のおかげあ、800もあったんだ。へえ、すごいね。弾丸が緑に食いついた瞬間を見逃さなかった。弾丸が緑に食いついた瞬間。風船ありがとう。アイテムありがとう。面白い試合だった。ありがとう。個人的には闇将軍を出してほしかった。牛丼トング使ったり。いや、えっ、ー、とね、出すっていうかオファーは一人もかけてない。要はエントリー者をあのこっち側で選定したんで、あの、 だから出て欲しかったっていう人はあの言われてもって感じだね。うん。えー、コジグランプリは配信者に向いてないのにオーディションはさえてた。まあ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 、うん。どうなんだろうね。なんか面白かったよ。それぞれ、まあまあ、こうこういう感じになるかっていうのが勉強になったかな。あ、この人こういう感じで行くんだとか、あこの人こういう感じなんだとか。 うん、なんか予想外っていうか「あこの人こんな感じなの?」っていうのもあって面白かったかな、うん、まあ一人一人に感想はあるかな、うん、まあまあ面白かった緑にだけ具体的な企画説明してた段々そう緑さんにだけでもなくない 別に免除太郎さんに猿とキジと犬ときび団子持ってとか具体的だったと思うけど違うメンバーでも見てみたい。っていうかまだオーディションっていうか面接が始まっただけだからね。うん、おはよう。ダンカンにしては司会はかなり優しかったな。もっときつい指令出すと思った。そこはね、やっぱり素人さんだからっていう感覚なんだと思う。手加減をした感覚なんだと思うよ。多分ね。 イガ、うん、さんが相変わらずボロクソに批判する配信してたけど唯一小島グランプリだけは別格に面白いって絶賛してたあまあじゃあそれは小島グランプリの実力なんだろうなうんいやだから便所さんすげえなーって思ったね DM が速攻来ましたってやっぱ運営さんが言っててでも仕掛け終わったんでもう全部用意できましたもう明日からやっていいですか っていうもう,もう配信終わって2時間ぐらいかなにはもう連絡来ててすげえってなったよね。<laughs> うん、えもう仕掛けもう準備終わったのってもう自分で全部決まったんでこうでこうでこうなんで「もうやっていいですか?」って「明日から」って言ってたよ。すげえなこの人と思った。うん まあまあ、まあ、実力だろうなそこが弁叙太郎さんの勉強になったね生主として勉強になったわうんきびだんごもうポチったって言ってた早いよねいやだから取りに行ってるんだようん取りに行ってるんでしょ要は俺は弾丸塾育成は取るよってことでしょ 緑さんどうなんだろうねあんま乗ってる感じはしなかったけどなうん受かる気がするっていうかやるのかなって感じだねあの一人一人に出してた企画は各自、えー、配信でする宿題みたいなものそう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 自枠でやる宿題みたいなものうんうんそういうこと でまあそれも全部ミーティングしたけどね今後どうしていくかっていうのは記事を国内で買っていいか調べたあーすごいね俺はねえっ、ー、と簡単に言うと弾丸塾終わってすぐ12時までダンカンさんと北郷さんと運営さんと飲んでお,お疲れ反省会やって飲みながらでこのままじゃちょっと帰れないし気になりますねって言ってえっ、ー、と もうそこ僕のマネージャーさんから進行の動画見せられてやばいやばい大処しないとっていう中で削除するのかとかミーティングをもう1時間ぐらいやって今後のこれ取っとくのか取らないのか削除するのかとかでもう,もう本当にみんなヘトヘトだったけど飲んでるしもう削除した方がいいですって言って動画を消してでその動画を編集してで終わったのが5時半だったの。 今帰ってきたところな何にもなんかもう状況が分かってないって感じ、うん、はいお疲れうん、うん、だから1個のチンコでスタッフさんが迷惑かかるっていうもうほんとすいませんほんとすいませんって言ってだからもう生放送時代なくしちゃおうかっていう案もあったんだけどいやこれね配信者からしたら宝物じゃんうん ねだからなんとかこの人ねこの人だねハニー・大木さんだ、ね、香川さんも盛り上げてくれて分かってくれたと思うんだけど見てくればあーえ香川さんも盛り上がりが分かってくれると思うどういうこと、えー、ドレさんの態度は不快だった演技なのかもしれないけどおまあまあ不快だったっていう感じなんだ。 俺はもうスタッフさんにもう止めてください止めてくださいっていう運営さんに何なんどういう状況なのかって言ってケツ叩いたけど台本でもうパーンってケツ叩いたけどもういい加減にしろっつってまあでも止まんなかったよねまあまあまあしょうがないじゃん生放送だしいやだからどれさんはっていうかだから な何がしたかったんだろうっていうかケツたたいて思いっきりうん、うん、だってそのなんだろうねえよく分かんないじゃんうんいやまあまあ別に自が自賛する分には全然構わないんだけどねうん、うん、ああはいはいはいぜひ,ぜひ見て見ても大丈夫です はい、もうあのまあのー、残ってるんでただコメント欄が消えちゃったのが残念だったねうん編集入っちゃったから生放送のコメントが全部消えたのが1時間本当に話あったけどもうこれはしょうがないですねっていうねるさんはねちょっとそのバカキャラで言ってたねうんいや分かんないよニアさん 俺が聞きたいいぐらいだよ <laughs> なんでっていうあの日この人のおかげで楽屋はもう何しても大丈夫だねって安心してたこの人のおかげで誰のこと楽屋はもう何しても大丈夫って安心してたあと和道さんはそんなことする人ではないと思ってるのですがえたわく何話か見たら和道さんが関わってる出来レースって言われてるのが嫌なので和道さんの口から聞きたいなっていう。 何がどうできレースなのか教えてで誰がそれを言ってんのか教えて <うん S 1> ハニーの見えちゃってなかったこれ今から流れるから見てればいいじゃんバカここありがとう,うんえっと俺は正直運営からこの人は落としてくださいって俺イライラしちゃって言ったのもうこの人できにしましょうって運営からしっかり厳選もう出してるんだからって 出ちゃったからって言ったら運営さんが「和道さんってこの人一生懸命やってなかったっすか?」って「いいっすよ」って「あの僕編集確かに5時間時間使ってますけど」ってあの1万5000人の閲覧とかコメント欄も消えちゃいますけど悔しいですけどこの人は一生懸命笑い取ろうとしてたんじゃないですかって言ってたよ運営さんはだから僕らがカバーするのが運営なんじゃないですかって この人を僕は悪いようにはわざとやったようには見えませんでしたよって和田さんって一回落ち着きましょうって <laughs> でまああのそうっすね分かりましたっつって「俺も最後までいます」って言って編集は1人でやるから編集のスタッフさんとずーっと「すいません」っつって「あの最後まで言いさせてください」って言ってうん。うん いいやいや,いや誰が決まってる出来るやスとかはないこういうことになりました <laughs> これで音流れてんだよ聞くこうなりました最終的に突貫工事でふんどしでね上もなるほどふんどしで,そう、ね、そでこうなりましたそでそのふんどしを、うん、じゃあ,あのどこかの部分を、はい、あのゴムにしてもらってうまく。うん あこんな感じで、はいでえー、音声だけでこれはもう時間がないとあのしょうがないと、うん、ここがもう妥協案です <laughs> はい OK ですかこれが我々の最善策でした1時間のミーティングの結果 おお金だけじゃなく笑いいやおもろいことをした誰がうんごめんごめんどれさんは目的地がわからない企画で配信を分かってない人たちと思ってるみたいあそうなんだうんそうなんだうんまあまあそう思ってるんだろうね、うん、<laughs> こうなりました <laughs> ぶっちゃけどれが偉そうに悪態ついてくるときぶん殴りたくならなかった。ぶん殴りたいじゃなくて、やっぱり番組を壊すわけにいかないから、ちょっとしっかりしてよっていう。うんあなた、それ、それでいいのっていう感覚だったね。どれさん、それでいいのっていう。うん。その、番組の趣旨、分かってるのかなっていう。なぜエントリーしたのっていう。うん。感覚だよ、俺は。ただただ。 その一生懸命やってる弁叙太郎さんとかモンちゃんとか見て恥ずかしくねえのかなーっていう。うん。芸事をやってるわけじゃん。うん。だからあれが芸なのかなーっていう。うん。まあまあいいんじゃない本人がそうなわけだから。うん。なんからケツ叩いてんじゃん俺。しっかりしろよって。うん。だからただ単に、いや有言実行したんでしょう壊しに来ただけなんでしょう人の企画を。 規制、うん、ばっかりで生放送の意味なくないさすがにインターネットでもチンコはダメでしょ <laughs> 何でもありだったら何だろうプロっていらないと思うよ結局ダンカンは君らのおかげで面白おかしくできんのってダンカンカからの状的な感じがした結局ダンカンは君らこのお題でどう面白おかしくできんのっていやだってそれが趣旨だから。 うん、どれがあの場にいた誰よりも俺が偉いって言ってましたよまあまあそう別にいいんじゃない、うん、いや言っていいんじゃない別に何言ってもいいと思うよドルさんが、うんうん、誰が何を言っても別にそれが配信だから俺も配信者だからどんな流れでアドバイザーになったのいや半年間ずっと映像制作の勉強をさせていただいてて。 で運営サイドさんは配信者が気になっててどういう人たちなのか意見交換ずっとさせていただいててで芸能界の業界のこととか映像制作のこととかずっともう何だろう2週間に1回会う中でで弾丸塾やるんですよ一般人使ってって言ってえ配信者使ってくださいってなってあちょっとじゃあ企画通してみましょうかって言って、まあ、一緒にそう企画のプロット作ってでその なったなったっていうそういう流れでまあ俺も出たいなって思っててやったーと思って美味しいわーと思ってたらまあまあスタッフじゃないダメですってやらせになるんでっていう感じうんたけし軍団に入るオーディションじゃなくて段冠塾に入るオーディションですはいなノイんさん経緯を言ったらそういう感じですねあのたまたま偶然ずっと居合わせてたっていう流れですね うん、どれどれ壊しに行くって知ってて面白くなると思ったの壊せるもんなら壊してみればっていう感覚かな、うん、全部自分に返ってくるっていうのは分かってるから長い目で見たら、うんうん、だって一生懸命やってる人しか応援しなくないみんな <laughs> そう思わない、うん なんかこう、笑い取ろう笑い取ろうとしてる人と、なんかこう、なんだろうな、こう、目立とう目立とうとしてる人の差かなっていう、面白いことをやろうとしてる人はなんか評価されると思ったね、なんか。YouTube でやってますね、うん。YouTube でやってます。 いや別にうんのんびきっていうか何やってんのあの人っていう感覚何しに来たんだろうみたいなで止めますって聞いてえどういうことなんですかねあれってみたいなひ引いてるかなうんでもう手で合図出したんだけどちょっともうそろそろ引っ込んでとかで見ないからもうケツ叩いたの俺がパーンって <laughs>、うん、目覚ませって テレビで放映されないよ。えっ、ー、と、ドレさんは壊そうとしてたけど、中途半端で逆に寒かった。うん。素直に一生懸命な人応援したくなりますよね。決済だよ。うん。何やってんのって思ったかな。うん。まあ,まあだってね、うん、なんだろう。まあ、だって、ルールがあるわけじゃん。趣旨があるわけじゃん。この人の、 誰の息子あごめん俺名前わかんないねるさん誰の息子だっけ、うん、じゃあ見てみるドレさんの部分ドレさんの部分見てみる音入れる音入れますああ引き分けだあいこだねー、うん、あいしょあこ<ー>うなってるじゃん。うん、でもうん じゃんキポイあ、パッと出すってね、作戦考えたけど違う。うん、引き分けだね。あいこでしょ？あ、そうそう。休ませたけどグーとグーでこれも引き分けだね。これをですね、永遠に続けてください。ある時にたおそらくね、20万回ぐらいやってるとやった勝ったって多分訪れるんですよ。あります。 うに違うものが流れて自分を変えるとその瞬間を多分んか全然今でも僕はいいと思うんですけどももう一段壁が破れるためのすごいいい壁になると思いますよぜひ壁を打ち破ってくださいちなみに僕薬光さんと2回の酒飲んだことありまして実は武士塾があと武士軍団は実は本当にガチでやばいってことを聞きました いろんな裏話聞いちゃいましたよ。やさいもんな。行ったことあるけど、トイレットペーパーとかね、いろいろ集めてて。うん。面接終わったもジョニーおのがもう顔が怖う。何お前？暗い顔してんなれ、本当に。まあいいけども。ありがとうございました。はいどうもよろしくお願いします。ね、もなんかまあだから服とかもすごいね出し込んでて。あ、消えちゃったよ。お任せください。いろいろ演じますんで。あの T シャツとかも乳首切ってたりとか。 なんんつううだろう細かいネタ「現実と理想」ってこれ「現実」っていうのはこの顔ですよって理想はあのサムネイルの写真お腹に貼ってるのよだからもうこういうネタ仕込んできたりしてたねうんその「現実理想」とここのお腹の部分にはあのサムネの写真貼ってて笑いでね乳首のとこ穴開いってたりとかいろいろまあ仕掛けはしてたねいや 闇ジャンケンで自分を超えた時に新しい彼が、うんうん、じゃあドルさん見てみようかもう一人の自分が出ますよね。はい。ですよ。じゃあ次行きましょうかはいじゃあちょっと前に出て自己紹介いいですかすみません腕組みしてる方、はい、体格はめちゃくちゃいいですもんねはいどうぞお願いしますサンドの飯より格闘技的におはー好きそうなもんね <laughs> ちょっと噛んじゃいましたけどあ、はいいですもう一俺の新野職人もうすぐ55歳ですはいお、はい、ー えお名前はドレの新親野昌人的ですね。55歳、格闘技。普通に格闘技。毎日鍛えてるんです。毎日鍛えて毎日鍛えてます。55歳で。めちゃめちゃいい感じしてますね。はい。ジムええ、普通に格闘技もやるしジムもやるし。いいですね。もう腕組んでるし。逆にダンカンさんに伺いたいんですけど、俺の配信で見たことあるんですか。いや僕ないね。ないないのになんで選ばれたんですか。 <え>ないのにでで選ばれてるんですかいやいろいろと、えー、スタッフだとこの人はの面白いからいと,ということで推薦していただいてそうそう最後はどこに行くんですかたけしさんの弟子になるんですか ダンカンさんの弟子になる話題になってこれはすごく面白い男だっていうふうになれば推薦して一番下ぐらいにはとか芸名をもらうとかそうね一番下ぐらい今更芸名変えなくていいですよでもなんか新しい歯やるんだったらやっぱり新しい尊者がいればそれでも深夜食堂やってるんででもまあそこはまあでもあれじゃないですか最後までいかないとわからないじゃないですかまだけばそこには要素談でもいいんじゃないですかその時に。 迷わず行けようって言われても、どこ行くか教えてくれないといけないでしょ、うん、まあ、だでも、それは企画によりますもんね。それは人生のね、うん、この先どうなるか、うん。いや、何も考えてないでしょ誰もわからないから。え、<laughs> 何も考えてないでしょうん。うん、いや、考えてます。考えて、考えてます。企画。例えば、じゃ、デイトレさんね。その、まあ、格闘系がすごい。ですもんね。うん。とか体を使うのは、僕、好きなんでしょう。そうす、ね、格闘系。うん。 どうどう。いや、れないやゃんもう全然いじれないじゃん選ぶ気ないから選んでますね選ぶ気ないから全然いじれないじゃんだってそんなさ二流三流の四流ぐらいの芸人がやること俺たちやらせたいの歩きした方稼いでるか普通ね稼ぎは分からないけどもお料理面白いことやれんのじゃおもいことやってるからこの世界に一億って言ようたどれかにやってもらいたいのはダムがねいろいろと日本あるでしょダムダムダム ダムの底に沈んで、ちゃんとそのまま家が残ってる家があるんですよ。うん、そこに、どれの深夜食堂っていう表札を。置いてきてます。ね、かね。あるよね、海で埋まっちゃった。村か、なやってもいいけど。いいんだ。例えば。やってくれる。やってくれる。やってくれたら、ダンカンさんが、次のね。 アウトレイジに出してくれるとかそういうキャラでやってるんで,んんでもさアウトレイジに出してくれるんだったら何でもやりますよアウトレイジだっ次やるまだ決まってないも特にだからアウトレイジってあれ最終章でもう終わった、うんだよまた新章とかやればいいじゃないですか <laughs> しょっちゅうやってんだから <laughs> シネマとかでやってんだからいいないいすごいな、ね、映画出すごい上から目線だなそっちも上から目線でしょだって 俺らだって弁当で来てどこに行くかも分かんないって言われて相談はするけどねアウトレージもう一度談はするけどさそういうことだなコーシコレーションそれはするけど終わってるものもう一回行ってだってダムで沈んで終わりでしょそれぐらいしか振ることないんでしょだってダムで沈んでじゃそれできたら絶対アウトレージ出たいとも どういうやつなのか知ってから読んでくださいよ。歩きさぼさんも。うん。だけど聞かしてヤフーのあの和田さんとかから。はい。これ関係ないじゃんって。誰も言ってることの。わかりますね。もっともないね。いや一言わかんないのに見てもしょうがないからこんなもん。うんうん。でもでも例えばじゃ今企画出したじゃないですか。どうどうします。やります。 いや、俺はアウトレイジで大たいと思うんですよあ,さ <laughs> あくまでそうだアウトレイジに推薦してくれれば何でもやりますでもさ、例えばさ、推薦するじゃない写真とか見せてさ、たけしさんにさで落ちたらさ、どうする別にそれはしょうがないどうする？それはしょうがないでしょ、だって皆さんオーディションで来てるんだから、うん、じゃ写真見せることもできますよ、全然一本で良い奴な、うんで、うん、それダムぐらいしかないでしょこれなんの全然関係ないか、こいつで、関係ありますよ、スーッフです関係ないからはい。 まあとにかく年末なので、ね、まあねじゃあダウンモもしやっていただけるならどうします？アウトレッジ出してくれるん？ら出るわけな, <laughs> ないからさ。 監督、たけしさんが決めるんだぜ。ってか、もうアウトレイジ最終章だからな、まだ続いてるんだ、俺だってね、ちゃんと写真、洗剤持ってって、これ、役者でね、すごいダムに沈んだ、面白い男でなんでもやりますって、選ぶ気ないからダムしかないじゃないかって、無茶振ぶりがもうそれしかないじゃないかって、ダムに沈むって、絶対選ぶ気ないでしょ、もう。 じゃもう一個言ってくださいじゃあ1人一個1個ちゃんと考えてもらえたから1個じゃなかったよ俺の企画もう一個言ってくださいうんえっとさあのこれこれから考えてるんだないじゃないいいじゃん考えてるあるのこういうだ考えてるからでもねちゃんとだけどね家がこういう家があるんだよねあのー屋根の傾斜があってなかなかでかい家ここの家にお願いしてここでねあの

何でもよくはないけど、アウトレージア,アウトレイジはだって。俺なんか決めらんねえ。だ大好きなんだ。うん。アウトレージ大好きなんでしょ。でも見てないっす。<laughs> え？それを、え？それをやるなじゃん。俺たちと一緒じゃん。それそだよ。了解で。分かりしました。ありがとうございます。ちょっとはい。うんすみませんいやいえいいえ大丈まあでもねあの。ダンカンさんが面白くないのか、演者が面白くないのか、冷静になった方がいいと思うけど。 皆さんどう思います <laughs> ダンカンさんと北郷さんが面白くないのか <laughs> 演者が「いやあれだよ本当のこと言おうか締め切りが終わってみどりさんが出る野田総理が出るねるさんが出るって大手が出るの決まってからもう間に合わない」って俺呼び出されたんだよファミレスに。 で、出たいのって聞いて「いや」とかぐちょぐちょ言ってたから「出たいんだったら俺今電話するよ運営さんに」って「相談してみる?」って言って「あじゃあいい,い,いか?」って言われてで追加エントリーで「あの、どれさんだけ」っていうわけにいかないから追加募集かけるからそこでエントリーするっていう流れになったよって「ありがとう」って。 どう思いますはいうんうんいやだからあんまあ。嘘？俺が嘘ついてるって who's now 明日の男観塾のツイッターで延長のお知らせをツイートしたら参加表明したら大丈夫の流れを作ったから明日のちょっと待ってね、えー、これ見えないかちょっと待って待ってう明日の午後にすぐに参加表明しちゃってくださいうありがとう 嘘ついてることになってんのかわかんないけどな何が嘘ついたの俺はうん、うん、っていうまあ感じだけどはい、うん、俳優志望だったのかなうん 別に再生のナンパーもらうとかないよ、うん、ないないない、うんうん、落とされてないよ全然落とされてない落とされてない、うん、あいやまあだからそういうことでしょ俺にメリットくれアウトレイジに出たい っていうまあことでしょう、うん、うん、アウトレイジに出たいってのは今後も言い続けるから面白い <laughs> 俺もキンチョールさんと同意見だね気に入らないなら関わらなきゃいい壊しに来る発想が社会不適合、うん、こうやってみんなネタ仕込んでくるわけじゃんこうやって <laughs>。 電気でビクビクしながらずっと喋ってるっていうさモンちゃんとかまあ普通に面白かったけどねうんうん <laughs> 何やってんのこいつって思ったけど <laughs> アホでしょ <laughs> これはちょっと面白かったよ普通にけいしてなかたからね、うん アウトレイジはネタ聞きたかったのはこの先行き先行きはだってずっと動画で表明してるようんうんいやもんちゃん面白かったよ普通に <laughs> 普通に面白かったよ面白かったよもんちゃん <laughs> アホだなこの女って思ったもん、うん いや,いや別に自由にやっていいと思うよ別に俺はどれさんがンンっっうう。だってアウトレイジ出しますよっていう企画じゃなくてダンカン職の一期生になりたい人を募集してるんだよ。でメリットは何なのって言ったら面白いやつ見つけたら芸名あげるよっていうのがつきますよっていう企画なんだよそもそも。で募集かけたの。 で芸名なんていらないよ。じゃあ何で来たのって感覚じゃん。で、無茶ぶりに答えるっていう企画で、無茶ぶりやだ、もっとくれよって言って、2個目出したら、なんつうの俺はに向いた企画じゃないって言って、なんかよく分かんなかったんだけど、俺は <laughs>、うん。いや、別に囲ってもいいんだけど、全然。 もう俳優希望なわけだったら俳優の普通に俳優としてさ何 <laughs> ていうのダン,ダンカンさんに来るんじゃなくて普通にあれすればよかったんじゃないのなんかあの俳優の学校とか行けばよかったんじゃないのわかんないけどうん。 いや,だからいや普通にだから分かんないっていうのが俺の感覚で、ね、あの俺ドレさんじゃないから、うん、俺に質問されてもっていうそうそう「できレースだできレースだ」って言ってたよねうんこの企画の趣旨メリットがよくわからんそれはもう動画でずっと説明してるよそれ多分だってこれシャープ5なのもう5回目の放送なの ただ単純に1から4見てないだけでしょ <laughs> 見てなかったらわかるわけないじゃん。なんか「アニメエヴァンゲリオン」の第5話から見て「何でお前首都がお前7番目なんだよ意味わかんねえよ」みたいな「はあ?」みたいな「<laughs> 俺らは分かってるよ」みたいな <laughs> そういう感覚なんだけどクロさんシャープ1からシャープ4見てないんじゃないのでメリットは人によって違うんでメリットがないと思ったら出なきゃいいんじゃない と思う俺はうんまあまあただただ失礼だよねうんえっ大杉連路線行くなら行くオーディション間違えてるそう <laughs> ただそれだけっていう企画の趣旨メリットがわかんないなら出なきゃいいだけそう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 だから全員ハテナマークだったの,他の人は趣旨わかってるわけよ <laughs> ダ,ンちゃんダンカンさんに無茶振りされてそのダンカンさんの熟成に選ばれるのが美味しいと思ってる人を募集した企画だったからそうそうメリット感じなきゃ出なきゃ参加しなきゃいいんだけだ、うん、そうそう見てなかったら流れはつかめないじゃんうんまあいいんじゃないそれで売名しても全然配信者なんだから。 普通に番組の趣旨も先行きもはっきりしてたけど <laughs> 映画って何すかみたいな状態でしまいにはなんかあのなんかたけし軍団の企画なのに何かトンネルズの高さんぐらいのことはやるっていう謎の発言で大丈夫かなみたいなあ <laughs> ガチの人だみたいな空気になったっていうああだから配信者って扱いにくいっていう結論だったミーティングはうん 結論配信者っってて扱いいいにくいですねっていうただネル、ね、さんもんちゃんえー、っと野田造りとかあの便所太郎さんはすごいってあの人たちは多分今後あのテレビとかからオファーかかるだろうねっていうふうなまあでしょうねっていうだから実績公式からも呼ばれるしテレビにちょいちょい出てるんでしょうねっていう <laughs> やっぱりあの何て言うの実績残してる人はすごいねっていう。 <laughs> うんねる、うん、さんうん弁護さんも怒ってたんだあまあどう思ってるかどれそう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 別になんかドレさんの配信に俺は口出すつもり全くないからいや全然別に電話する要件がない俺はドレさんの表現じゃん どこがすごいっていうのは、えー、とまず便乗太郎さんって一番最初に約束の時間が15時半だったのに1人だけ、えー、と4時半に入ってたのでもずっと準備してたのまず誰よりも先に来たのでその時に捨て頃の話題になって「捨て頃のプロモーターの方ですよね」ってなって「捨て頃の時もスタッフより早く来てましたよ」って言ったら「ああそういうところですね」ってなったの。 でしっかりとちゃんと質疑応答して聞かれたことに答えてでアピールポイントありますかっつったら「自分はこういうところが得意です」とかその会話のコミュニケーションができて面白くなるであの飲み会が終わって12時の時に僕もう企画の準備ができましたもう明日やっていいですかって連絡来て「この人すごいね」ってなったの。 でネルさんは現場に入った瞬間に楽屋に行って配信者に挨拶する前にスタッフさん全員に挨拶頭下げて帰る時もスタッフさん全員に挨拶したから帰ってた。でひかるくんと小島グランプリとピンクさんは楽屋を最後まで片付けて,て僕らの仕事なんで帰ってくださいって言ってもこれは礼儀だからっていうこれは僕らの気持ちなんで片付が帰ったらもうあのなんつうの人として駄目だから僕ら片付けさせてくださいって言ってた。 だから人が出るねってみどりさんは「わどう?」って「あの15分前に戻ってきたら OK 何分前に戻ってきたらいい?」っつって楽屋のごちゃごちゃが嫌ですぐさーって逃げてっ <laughs> それそんな感じでコミュ障って感じだったね、うん、別にまっとうな人間が欲しいと思ってないよ、うん、あんまりやりすぎると言いがかりに見える、うん、っていう感じかなまあ 当たり前のことをできる人間がいいとかじゃなくてあの <laughs> じゃあみんながスタッフだったらドレさんと仕事するのとえっ、ー、と便所太郎さんとかねるさんと仕事するのどっちがいいかって話じゃないの、うんうんうん、つまりドレさんはうまくいけば名前がもらえるのが企画のご褒美それを、えー、分かって たのにああしたなら話は確かに違うどれさんのどれさんにコメントしてみるわうんっていうかまあ企画の趣旨はずっと伝えてたけどね、うん、テレビ局とかもスタッフ受けがいいタレントはやっぱ仕事増えてるっていうかそういう世界でしょ、うん、かわい,い あのー、仕事として依頼できるかってことでしょ仕事として依頼できるかうんうんすごいとこどこって聞いたのに当たり前のこと当たり前のことができてないんじゃないのヤビビさん<笑><笑>うん 当たり前のことができててななないいいから面白いよねっここととんじゃないのの <laughs> 当たり前のこともできないんだっていうことだよ <laughs> この話は、うん、でも当たり前のことを淡々とこなすってすごいことだと思うけどねうん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 礼儀正しい人と仕事したいでしょみんな 別に配信者に何も求めてないよ。うん、俺らは何も求めてないよ、うん。裏話聞いてるからああなってみたいなことパトさんに言ってたみたい。別に裏話なんかしてないよ俺。うん、芸、えー、芸人支援としてすごいことを教え、え芸人支援としてすごいことを教えてくれるとかじゃないんだってのが残念。 だってそんな企画じゃないもん <laughs> だからダンカンさんとかアルさんは面白いことがやりたいっていうなんかこう笑いがやりたいだけなの、うん、知らないテレビに出たいと思ってるかどうかはそれぞれの配信者によるんじゃないの、うん、アウトレージはもう終わってるうん うん、横のやつしか愛想笑いしてなかったワドちゃんがダンカンさんとか有名人と絡んで企画やってるのが気に入らないだけあいつはワドちゃんを格下にしておきたいだけでしょういやわかんないけどたけしやさんまが未だに仕事がいっぱいあるのって現実を分かってないどれうん 企画の趣旨が分かってないどれと一緒にどれの福和かあサブアか当たり前のことができないから配信者になったわけでただネットとテレビは全く違うだけなんだ俺もそういう感覚だからなんだろういや別にいいんじゃんって俺は分かってたからうん分かってたからそのまあこうなることも含めて、まあ、誰かしらトラブルになったりとか愚痴ったりとか まあ、リタイア続出しますよっていうのだから多めに取ったの俺はうんだって別にね面白い人5人ピックアップしてオファーかけるっていうやり方もあるわけじゃん、うん、だからまあまあこうなるだろうなと思ったけど誰がなるかは分かんないよ蓋開けてみないとまあでもまあまあ配信ってこういうもんだからなっていう感覚かなうんまあ別にどっちが悪いとかはないよ うん俺的にはうん配信者に靴舐めろって言って舐めたらこいつ本当になめたよって企画じゃないのいやそんなこと全然考えてないよ、うん、俺はそれは俺が怒るでしょ、うん、ダンカンが寝るいや便所すごいっていやダンカンさんが寝るや便所すごいって言ってない、うん 話ちうんこの企画のディスがどれに集まってたいやいいんじゃないのピが多くても別にね面白くなかったら見ないだけで面白かったら見るっていう世界だと思ってんのネットってでまあ数字はだから実際3,800人しか取れなかったわけじゃんでしょで面白くなかったら次見ないってだけだからうん ただそれだけなもんだと俺は思ってるよ。うんうん、いやだから面白い人はまあ伸びるだろうし「小島グランプリ」とかファン増えたじゃん。いやこいつ面白いってコメントあったじゃんさっき。だから面白い人は普通になんだろうこのなんつうのまあ伸びるだろうし。 ままあまあそういういい世界ななんじゃ3800人しかって思ってるね俺はもっと実力あると思ってるからあそこにいたメンツはうんあそこにいた全員のメンツが1万人超えてもおかしくないと俺は思ってる俺はそう信じてたから少ないと思ってるね俺はうんうーん まあ俺普通に客観的に動画見たけど面白かったなと思ったけどね。俺は、うん。俺は普通にコメント欄抜いてるわけじゃん。編集画面で。普通に動画見て面白かったけどね。帰ったね、パトさんは。うん あそうなんだ PUBG 大会 YouTube で配信1,000人だってすごいんだじゃあえー、まあまあ運営側だからね思いっきりうん <laughs> そうそうそう <laughs>、うん、ミラーがなんか立ち見シーとふわっちは1,000人ってなってたの悔しかったねちょっとね全部集まったら5,000はいったのかなっていうのはあるね うん、当日コメント早すぎて読めなかった。おおまあ俺はあれは読めたかな。俺は読めてた。うん、まあまあねあのある程度そのニコ生でこう早いコメントは慣れてるから、まあ、そこはなんだろう読める人と読めない人がいるなっていうギリギリのバランスだったよねちょっとね、うん。俺別に上から言ってないよ感想を言ってるだけ。 ダンカンとかしょうがな芸人が好きそうなのは貞だ小島野田姿見て分かりやすい俺パトラッシュさんすげえ面白かったけどね俺も面白かったパトラッシュさん鳥に持ってきてよかったと思ってパトさん鳥不安だったけどちょっと面白かったな他の人見せていただけませんが誰が見たいうん カンカンはパワハラで有名パワハラで何人も死んだあそうなの俺スタッフうんラファエルヒカルこれこれの YouTube コラボで同時桁7000人なんだはあすげえな野田野田造りめちゃめちゃ面白いよじゃあ野田見る野田で OK? さっきドレさんの音声流したじゃんだな 野田見てみる野田の,の実力。いや、普通に野田すげえってなる。野田、もうこれで野田すげえってなるでしょ。俺もうこの時点で野田すげえってなるもん。ネタぶっ込んでるじゃん。もうこの時点で面白いじゃん。作り込んでるじゃん。だからこれが差なんでしょプロ、プロ生主っていうか。俺は感動したよ。生主ってすげえって思ったよ。 お、おも、すごい面白かったけど <laughs>。だから、ただダンカンさんが面白くないとかじゃなくて、演者の問題だと思うよ、俺 <laughs>。お、きました。あ,うん、あ、どうも、こん、こんばんは、野鳥です。こんばんは。うん、こんばんは。お。あ、あ、うん。ンうん、ダンカン塾に入ったら、うん、えっと。今度こそ、たけしさんと共演したいです。<laughs> ねそ,ね、そうね、2年前だっけ、あれ、そうですね、ねニコ生の前に、あ<ー>竹谷さん出るっていうから、鳥会駅に出るんで、うん、竹谷さんバーっと言って、あれ、なんで謝っちゃったのなんかすぐ謝っちゃったでしょ、あれ、いや、出してもらえない感じだったんで、謝ら,謝らないとダメかなと思って、それ酔っぱなでしょあれ、しかも、かなり前の動画なんですよ。 しかもあれね、うん、その他の人の悪口も全部言っていったんですよねうん、うん、そのたけしさんのところだけを切り取ってピックアップしてそれでしつこく追求されたわけですよでもさたけしさん好きなんですホントはそうっすねじゃあどうします ああ、ちょっとつけてほしいです、ね、あ、拒否はしないのね、別に <laughs> なんでそのダメになったのかちょっとわかんないんですけど、ねえー、なんでダメになったんですかあれね、俺もわかんない、なんか大人の事情働いたんじゃない大人の事情 <laughs> こっちは何もしてないからね俺単身し,した。俺もあれ出たからさ、あの時の会議に、武さんと一緒に野田君が来るの楽しみにしてたのよあ<ー>、うん、そうなんですかそうそうそう、そしたらなんか謝っちゃったえ、どういう意味が誤ったのなんかそれ、あれ、ね、配信で謝ったんだっけそう、配信で、<え>あのー 頭をちょんまげにしたんですね。そあの、そってそこまでやったのに、あの、エヌされました。なんかね、謝らなかったら、あ、違う、違う、なんかね、出る予定だったんです。竹けさん、共演する予定だったんです。ね、人気に、このね、配信者の方ですもんね。それやったら、ショックでした。それで、そこまで謝ったのに、呼ばれなかったと怒ってるわけですよ。はあ、そういうことなんだ。でも、それ腹立つわな。そうですね。そっか、なるほど。じゃ、ショック受けたんで、理由を知りたいですね。理由をね。理由。 に金馬の上の方で聞くしかならないわけでわからないもんね。そうなんですか。まあでもあれですよね。あの全然あれですよねに。すごいたくさんこう人気配信者というかね、野田さんはねでしょ。だなんかいっぱいやってますもんね。うん、そうですね、うん。どんな感じ？あ、うん、なんかいろいろ。えっ、ー、と例えば、例えば山口組。 神戸の山口組本部の前で仁義、はい、なき戦いの BGM 流しながら踊ってたらめっちゃ怒られたりとか <laughs> あでも怒られたぐらいだった怒られたのどういう怒られ方するのオタク何って <laughs> 白<い>おたくが出ておたく何って言ったんで言われたんで。<laughs> はい なんか適当に宗教ですみたいな嘘をついて、それでごまかして逃げました <laughs> 宗教って言って。そう。えー、主に。それで平気でした。それぐらいで平気だったんだ。あ、その後、ちょっとなんかバイクで後ろからついてきたぐらいです, <laughs> <laughs> いいですね。<laughs> あとは、とはえっと、っ首から、あ,<っ>あのー。写真を下げて、うろうろしたことがあります。はい、首から写真を下げて。て写真を下げて。何の写真 池田大作の写真を。<laughs> それで信濃町をうろうろしました。過激なの。もう笑ってるさ。笑ってるさ。なるね、うまいよね。三十二歳です。いや普通に面白いでしょう、これ。おばあはいるの。ご家族,いいのお家族は今。母親がいるんですけど。 うん、あこれ癖なんですよ。がいるんですけど、うん、ただ母親がもう孫が姪っ子ができて、うん、なんか俺が存在がこういう感じなんでもういないなことにそれはよくないな、うん、それはお互いなそれはよくないんですけどただやっぱり。 向こうの家族のことを考えると俺は消えたほうがいいのかなっていや親っていうのはそれはそういうふうに <laughs>、うん、言ってもねやっぱり自分が腹を痛めた子だからね <laughs> どこかではねかわいたは思ってるはずだからねこのままだとどん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 心を離れて,ってね <laughs> うん本当にもうか、うん、取り返しつかないことになっちゃうよ <laughs> うんでもそれはあの親からももらうもんもらったんでいいですねい <laughs> いやいやちゃんとそれは親子 <laughs> で、うん、なんかよりを戻した方がいいな。そこで、じゃあこうしよう、あ小塩、お母さん。と孫、チーム。ームうん、と。えー、じゃあ、えっ、ー、と、野田君。野田君。川<だ>、うん、を挟んで、綱引きしよう。 ね、で、綱引き。その、まあ、お母さんとお孫チーム。と、野田さんで綱引き。綱引きをするんですか。綱引きをするんだよ。できれば、大きな川がいいな。一級河川がいい。一級河川がね、島本川ぐらいの。綱引きをするってことです。綱引きをするんだよ。そうすると、親っていうのは。うん。いや、息子を引っ張って、川に落とすわけにもいかないっていう。気持ちもある。自にも働くんだ。う なるほど、その掛け引きはね難しい。駆け引きをあのやる感じなんですか。やる感じ。普通に面白いじゃん。どうしよ、俺は俺はちょっまあ川が川がこのね線路っていうのもあるんだけどね。線路はちょっとまずいからちょっとなんかあるとね。合計が的に結構ね。そうですね。明日僕竹谷さんにお会いになけどどうですか。なんか一言大事なこととあるんですか。ありますか。 いやまあでもまあもう一回嫌われちゃったんでま俺はいいっすよあのタカさんはあなたのこと知らないから大丈夫ですよえいあの知らないですからまだねそれは上のニコ生の上のそれ勝手にやったことですから知らないんですか知らないでしょうね可愛いごめんなさいねえそれは一回確認した上で NG が出たわけじゃないですかじゃこっちに話聞けないのよ全然 あ,あ, <laughs> あ、なんか忖度みたいな感じで,っっでそ、ねうん。そうなのね。そう、だ俺もんに、本当、そうなん。そうなんだ。俺らが、俺ら,俺らが、俺らが、あ、なんだ、こいつ N. G. って一言言ってないの。俺ら楽しみにしてたんだよ、だから。ああ、そういう感じなんですね。な、うん、今日二年越しにやっ会えたからさ。さあ、そうなんだ。そう、そう、そう。逆に、たけさん、こんな、なんともない。いや、逆に、それ <laughs>、うん、謝ったことも、たけさん知らないの。知らない、なんも知らない。 ええ、へじゃあ毎回毎回、たけしさんに謝るビデオを作ろう、ね。どう、どう、いいです、毎回。何かなんか集合して、今回は、腹切ったりとかさ、うん、本当に切っちゃダメだよ。それは、法には見てくれるんですか。ああ、おでん、そっちは、まあ、それはたまったら見せますよ。<あ>うん、ごめんなさい。それは全然できますよ。そっか。はい。そう、で、リアクションが見たいですね。 あ、たけさんね。なるほどね。ままあそ考えしょう。本当にとんでもないことしちゃってて橋の欄干に靴を置いてうんってことだとかそういうのを積み重ねていって謝罪芸だよねある意味のね謝罪をしていって何も悪いことしないの君はだでもしてくんのよ謝罪してないんだちょっとショックですねショックだよねいやそんなひどいこと言ってなかったと思うんですようん、結構ひどいこと言ってたよ なんて言ってましたかね。もう忘れちゃったけどさ。結構言ってたかもしれない。まあでもね、まあまああるじゃないですか。せっかくここでまた接点できたんだからなんかね考えましょうよ。せっかくね。うん。もやもやしたでしょ自分だってなんかあの憲法が。うんうんそうっすね。まあ何言ってん分かわかんない。忘れちゃったぐらいだから。そう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 。ね。うん。そこあった割り切って謝ろ。うとにかく謝る。謝まろ。うん。わかりました。 ええ、ありがとうございました。はいじゃあシーグループですか、ありがとうございました。はい、す,い <laughs> はい、すみません。でも何をな,いよな認めら、なんのだすごい面白くて <laughs> 面白いよね。だから野田が食ったっつうかさ通用したじゃん生主がこの絡みすげえ面白かったけどな見てて客観的に見てどう？いやくだらねえって言ってこの部位ねビートたけしさんが見たら おこいつ面白いじゃんって言いそうじゃないこいつ連れてこいよってなりそうだよね。俺普通に良かったと思うんだよね要は作ってるっていうか駆け引きもちゃんと成立しててこれがだからプロ生主だよねやっぱ大手生主っていうかねえ面白いでしょあ,あとで冷静に見返してみるとだからダンカンさんがつまんないんじゃなくて。 その自分の後ろ演者が滑っただけなんじゃないのってなるでしょでモンちゃんも面白かったよ。他の人見てみる面白かった人。うまくいってた人のは面白いよ。あの、部分的に見ると。と俺は思うけど。ウケると思うよ。気に入られると俺は思う。いや、だから、野田初めて見たから面白かった人、野田ほとんど見ないけど、ファンになったっていう人、絶対いるよ、この中に。俺、やっぱすげえと思ったもん。 俺あ,あ勉強になったわって普通に生の人としては思ったえどういない,い手挙げてよこれ見て野田あんま見たことなかったけど普通に面白かったっていう人いると思うよ何人も違ういるよねこれ見てみようって思うよね呪縛だからそういうやつがだから閲覧稼ぐんでしょただ単に面白かったよね初見さんね ねねね面白かったよ、ね、すげえなっっったたよよすげななていいいるじゃんいっぱいまあ元から好きな人はひょねやっぱムネキュンすげえだろうってねだからなんか滑った人の囲いがなんかああだこうだグダグダ札巻いてる感じや好きにならなくてもいいけど別に実力はあったと思うよ。うん、昨日和道いないと成立しなかったね和道の役割重要だった。 まあまあまあ、ま、そうね仕事はしないとねうんいや俺すげえすげえなーと思った野田はうん、うん、いやダンカンさんの話じゃない野田ゾりすごいよねっていう話うんねニコ生で生き残ってるだけあるよねほか誰が見たいほか、うん、誰が見たいほかじゃあ最後見る 俺がモンちゃんとかもやっぱ実力あるなと思ったけどだからドレさんさっき見てだから問題だからみんなが見せろ見せろっつってドレさんから始まったわけじゃん、うん、ドレさん見るでも不快な思いすると思うよ多分ちょっと待ってドレさんどこいやただただ不快な思いするだけだと思うよいいけど別に。 いいのどれさんでどれさんでいいのパトさんは俺は面白かった最後のオチがちょっとなんか六本木の女っていうのはなんか逃げっぽくてすげえハマっててすげえコメント欄とかも結構面白いってなってたのにもったいなかったなと思ったもういいでしょう「小島グランプリ」 小島グランプリはちょっとヒヤヒヤしたけどな小島グランプリどの辺だっけ電話あ、この辺かこの辺かじゃ小島行くか今日はまたビデオボックス買えるすかそうです、今日もビデオボックス買りますありがとうございます、ごめんなさいさあ、小島グランプリと酔っ払ってるさあ、もう寝癖と酔っ払いが最高ですね いいよろしくお願いします。あの彼,彼ですけど、彼はね、藤井、うん、と、登山第一ですね、ダッシュで藤井登山登ってますからね。<laughs> まあまあ、それ、まあ、自分のピーアールなんですけど。僕はね、あのー、はい、まあ、もともと前衛芸術って言うんですか。前衛,か前衛芸術、あの、首くくりたくぞさんです、ね、年月亡くなったりですけど。はいはい、もう、もともとね、その日本の文化とか、そういうのを広めたくて。いいまあ、いいや、みんなでそれぞれで見て、みんなでそれぞれで見て、一体いいや。うん。 一体いいやまあまあまあ分かった分かったなんとなくノリはねえうん小島はだからもうなんつうの配信会一体を張る男っていうかもう攻めアクセルしかねえかんなうん いやだからまあ,まあ賛否両論あるんだろうなうんうん、うん、多分ツッコミとか相方が必要なんだと思うとがりすぎてて小島グランプリはうん ハートありがとうイエスさんアイテムありがとう、うんうん、まあでも配信ってさ俺そもそも思うんだけど何だろうな自分が好きな人を見るのが正しいと思ってるのよ。なんか全員が全員好き嫌いあるわけでどっちが正しいとかどっちが間違ってるとかないじゃんぶっちゃけ。だから好きなもんを見るのが一番正しいんじゃないの 違う好きなもん見れゃいいんじゃないのただただ全員がで嫌いな人見なきゃいいんじゃないのどうなんだろういや俺小島グランプリは相方いたら爆伸びっていうかコンビだったらってほんと何回も思うよもう尖りすぎてるんだよついていけなくなってるんだよなんかコアなファンしかいないっていうか だ少しマイルドにしたぐらいの時が一番ウケてるっていうかうんうんに昔からそうだよね俺だから力也さんがい,いた時はすげえかみ合ってるなーとか思ったなー力也さんうん,ん難しいよねボケが尖りすぎてるから、うん、でもまあある意味 そのけし軍団というかの芸風とかにはハマりそうだハマるのかなとかも思ってたりして期待はしてるけどうんどうなんだろうねうん今後、うん、怖いもの見たさっていうかねなんかまあまあサブカルチャーだよね小島グランプリはねうん サブカルっっ、うん、っててて感感じじの尖るるがするフォローありがとう僕は武君軍団ではないですよ、はい、全然生主レッサーなのあテレビねテレビって感じかうんうん企画でタトゥー入れよう入れないよ俺はタトゥー入れない入れない いやーでも疲れたわーマジで疲れた大変だったなあ俺が一番ショックだったのがさ買ったばっかりのさ5000円のさスマホスタンドぶっ壊したのが一番もう泣けるとか思ってすげえ悲しかったよまた買いに行こうあれめちゃめちゃ良かったのにな ついに窓も真面目にやってたんだろうけどヒヤヒヤ折れちゃったんだよねこれしょうがねえか捨てるしかねえなスタッフ側としてずっと関わっていくのまあ番組が続く限りはうんまあそうだろうね、うん、もしくは干されるまでは うん、っていうかありがとうございます。大花火ありがとうございます。お花火ありがとう。お疲れ様です。まあ、見てくれてありがとうね。まあ、素直に俺はそれをすげえ嬉しいかな。3800人の人がま見に来てくれたっていうのはあありがてえなーっていう。まあでまあ減るんだろうな。とか増えるんだろうな。とか考えてもしょうがないから。<laughs> 俺はだから面白いことやってくれる人を信じるしかないよね。で、面白いことやってくれる人にはバックアップしてなんかできることありますかとか、どういうふうに持ってったらいいですかっていうふうに、まあ、考えるよね。スタジオの端っていうか、いやだからカメラが見切れてるカメラの裏にずっといるよ、俺は。スタンバってるよ。うん。うん。知らない。 テレビじゃないのよ、番組になるのですか、知らん。うん、磯野ピロシさんいらっしゃい。うんうん、おはようございます。うん、まあ、どうなるんだろうね。うん うん,うんとうんとワンからシャープ5なんですよスマイルさんシャープワンからシャープ4見たらわかりますよ見ました 何がしたい企画なんですかってシャープ1からシャープ4見たら分かりますよ、うん、で、見ないってことは興味がないんですよ <laughs> わかります見ないってことは興味がないんですよだから見ればいいんじゃないですか <laughs> 見たらわかるんで <laughs>、うん、そう思いません 見て分かんなかったら読解力の問題なんでうんあのえっと多くの人間が仕事で関わるときに僕が何が目的なのか何がしたいのか運営さんが何がしたいのか北郷さんが何がしたいのかダンカンさんが何がしたいのか。 カメラマンは何がしたいのか照明さん何がしたいのか演者側は何がしたいのかそれぞれ全員別ですよ。そう思いませんで結局何がしたい企画なのですか弾丸塾っていうのは俺の立場で言,言えばいいんですかだったら答えられますけどで他の人がどう思ってるかは知らないです僕は。僕には僕の都合で動いてるんで僕の都合だったらお答えすることは可能です。 はい、どうでしょうか、うん プルチン事件どうどう困るよ、ね、方向性方向性については1から4を見たら分かるはずです。<laughs> <laughs> はい、要は番組の公式のアナウンスとしてもうしっかりと伝えているんで見てわからなかったらもう一生わかんないと思います。はい そう思います、うん、ダンカンさんが私が配信者の配信見なくていい理由がますます気になりましたいやだからそれはファーマルさんダンカンさんが居酒屋で自転車乗って帰る時にみんなと飲みてえなって言ったの、うん、みんなっていうのは配信者25人のことなのみんなと飲まなきゃわかんねえなって言って帰ってったの ずーっと配信者ってどういうのリスナーってどういう人なのとかどういう人なのどうやったら面白くなるのあれは演技だったの本気だったのとかずーっと聞いてきてどうやったら面白くなるかずーっとこうやって考えてたの。で2時間3時間ずーっと質問攻めしてであの子たち,ちょっと飲まねえとなーみたいな感じで要は人が分かんねえと面白いもん作れねえよなーみたいな感じのニュアンスだったの。 であこの人すごいなーと思っておそうそうあいやすげえなーと思ってだから別に配信じゃなくて人間見てこの人たち配信者っていけ人たちは何なんだろうともう,もうダンカンさんはもうそ,そこに行ってるから配信を見るんじゃなくて会っての呼び出して飲むことってできるのみたいなことを打ち合わせてたよだけどまあ ねえ、どうしようっていう風になってたよ。うん。ま、うんまちゃんいらっしゃい。素敵な人だよ。うん。昨日の TS? えっと、弾丸塾の放送ってことああ、再アップロードしてるから見れるよ。公式の方、チャンネル登録してたら。別に今、まあ、チャンネル登録しなくても検索したらできるよ。別に崇拝はしてないけど。 普通にかっこいいと思ったかなバガありがとうふわまるさん、うん、いや腹割って話したいなとかコミュニケーション取らないとやっぱ人間って分かんねえなって意味なんじゃないうんいやい,いい仕事かどうか分かんないけど普通になんか普通にやったって感じ俺としてはまあ閲覧がやっぱそのねミラーが出て分散しちゃったから俺のミスだなっていう感覚かなバガありがとう 別に俺のめり込んでないけど普通に <laughs> のめり込んでないよ別に <laughs> 別にだってね自分が関わってる企画なんだから面白いもん作りたいと思わない普通にのめり込みっていうかうん俺はなんか自分の仕事だと思ってこれをやってるけどなうん俺はだからなんだろう好きな配信者たちが ダンカンさんとか北郷さんとかねがっつり組むこういう企画がでねで一応実現はできたからあよかったなーっていう1個だから今までできてなかったことができるようになったから一番最初にやれたのは良かったなと思ってるけどうんまあ自分にしかできないことやりたいねうん <laughs> いやーまあまあすごいことになるだろうね予算でしたらねうん予算でしたらすごいことになっててもっとストレス溜まってたろうなって思ううん自分の感性を過大評価しすぎいや別に過大評価も何も俺が正しいこと言ってるなんて思ってないよ俺別になんかだってまことちゃんが好きな配信者が好きなんつうの正しいっていう感覚わかるもん だそれを信じればいいと思うし、別に俺誠ちゃんが、とちゃんがとちゃんで正しいものを信じればいいんじゃねって思ってる。俺はただ俺の正しいと思うことを信じるだけだから。うん。ありがとうございます花火ありがとうありがとう。結果がどうなるかっていうか、結果を積み重ねるだけだと思ってる今回も結果だし。で、弁助さんは今日多分、桃太郎伝説をやるわけでしょ でそれも結果だし俺は俺は何だろう自分の課題クリアしていってみんながみんな自分の課題クリアしていくだけなんじゃないのうん。ねるさん遅れていったのはガチで怒ってのいや怒るでしょ普通に。ありがとうございます。お疲れ様です。特命さん花火ありがとう。 どれさんは配信見ないで呼ばれたことに対して突っ込んでいたけどオーディションの時ってオーディションする人リサーチするもんなんですかねしなくていいと俺は思ってるかな、うん、さっきもその話したんだけどダンカーさんは最後にみんな一人一人とコミュニケーションとらないとなっていう意味合いでみんなと居酒屋で飲みてえなーって言って帰ってたぼやっと。うん、だからその リサーチ配信を見るだけが俺はそうじゃなくてダンガンさんは人と人と関わろうとしてたからなんか酒一杯飲んだりとかなんか腹割って話したらなんか面白くなりそうだなーなんて言ってたよなんかそ,それが俺はなんかなんだろう別にねじゃあさうんと弾丸塾に来る人全員アウトレイジ見てから来てくださいなんて俺らは思ってないし。 別に知らなくてたけしさんのこと知らなくてダンカンさんのことを知らなくて来ていいよっていう感覚だからうん別にお互いがお互い知らなくてただ人としては知り合ったら面白いもんできんじゃないかなっていう感覚のダンカンさんは素敵だなと思ったけどねうんだからまあねえ誰かが飲むんだろうねうん うん。うん。お疲れ様です。ゆうさん。うん。どうなんだろうね。うん、まあ、人によるとしか言いようがないよな。 人によるとしかいいんじゃないのこんな配信者なんて自分の感覚信じて生きてんだから自分の感覚で生きていけばいいんじゃないの、うん、いや俺は別に何だろういいんじゃないっていう感じなんか例えば俺は運営側だからドレさんのあの態度は普通にないなっていうのは俺は思ったけど。 俺が全くく関係なくてリスナーだったらクッソ笑ううと思うのみんなと同じ気分だと思うの。全く関係ない立場だったらくっそ笑うと思うの。もっとやれもっとやれって同じ気持ちだよ。でしょだけど立場によって人の意見って変わるんだよ。俺は今日のドレさんを肯定することはできないよ立場的に。だって半年間かかってんだよ俺。半年間さ今日だってさ 何時間かかった放送だけじゃなくてその後に5時間かかってんだよ。俺その間放送自爆できてないんだよ。苦しいよ。生活だってできないんだよ。あ相手ももらえないんだよ。で、何もなんないよ。でも、だって YouTube 削除してたらさ、みんなの思い出なくなっちゃうんだよ。せっかく頑張って生のたちに失礼でしょ。だから、普通にねえ。 やるでしょ自分の仕事。うん。無責任なら笑う笑う。普通に1リスナーとしてたら笑うよ。だからみんなの気持ちはわかるよ俺。普通に。だけど俺の立場からしたら笑えないよ。うん。うん、だありがとうカズさん。そうそう。だからだからこそみんな自由でいいんじゃないってそれぞれの立場でって。うん かリスナーさんはドルさん面白えって言うんだったらドルさんに閲覧集まったわけでしょでドルさんは成功したわけじゃん。うん、でドルさん不快だったって思う人もいるわけじゃん。それでいいんじゃないのどうなんだろうでしょそれが配信じゃん。俺配信者だからね。うん。あくまでその芸なんつうの向こうに向こう側サイドに入ってるよ。運営サイドに入ってるよ。 でもあくまで配信者とその何つうの映像を制作する人たち芸能人の方たちとの橋渡し役で言ってるからね俺は生主をプッシュしに行ってるから悪いけど生主使ってくださいってこの人たち数字持ってますよファンがたくさんいるんですよってで正直歯車噛み合ってな人と噛み合わなかった人がいただけうんで噛み合った人は噛み合えい で次何か新しいことが起こればいいしかみ合わなかったら自爆やりゃいいだけじゃんじゃないのうんやめりゃいいじゃん弾丸塾辞退しますで終わりじゃんそれが生主らしくてかっこよくない俺やんねえわーっつってめんどくせえからうんでいいじゃんで いや俺ちょっと弾丸塾一期生でなんかちょっとたけしさんに会ってみたいしたけしさんから名前もらいて言えばそれ目指しちゃいいじゃん好きにやりゃいいじゃんって思うけどそれが生放送じゃないの今日だって3人来なかったじゃん体調不良でそれでいいじゃんって思うけどね俺俺は普通に自分のためにやってるわけよ俺はそのなんつうのゲーあ切れた 俺はその芸能界の人とも仕事できるような環境を作っていきたいしって俺は自分で思ってるから自分のためにやってるだけだもんうんバカありがとうダンカンファンを敵に回すようなことしてデメリットの方が大きいと思いますかいやだからそれはその人の責任じゃんって話なんですよスターさん俺はだからなんだろうまあまあそういう風に思う人もいるしって 社会一般的な人が配信を見ない人が見たら不快だろうなとかいろいろ考えるけど別になんかそのいいんじゃない自己責任でしょうんうん多でいろいろ言われてたので和道さんお疲れの中で直接聞きああ全然いい普通に来ていいよ全然答えるためにね生放送やったコミュニケーション取るために生放送やってんだから俺 いやでも面白かったよなんか賛否両論あるんだなと思って、うん、ここの枠はダンカンの過去を言うわけではないからそれはやめた方がいいよいや別に好きに書いていいよ、うん、何でもかんでも、うん、朝からンテンションだだ下がり割割わりわり、うん、グーパッチョいらっしゃい いやあそう言ってくれると嬉しいよグリーン弾丸塾出れただけですごく嬉しかったって言ってもらえたら嬉しいすげえっていうかまだ始まったばっかりなんだけど終わってないんだけどねまあだから無茶振ぶりやる人と答える人と答えない人がいるから面白そうだよねうん 腹減ったななどううんだろうねまあだから俺の感覚で言うと結論面白いやつはファンが増えていくしつまらねえやつはファンが閲覧が減っていくファンっていうか言い方変えるね面白いやつは閲覧がぐんぐん伸びていってつまらねえやつは閲覧がぐんぐん下がっていくだけだと思ってる。ただだそれだけ、うん でい,い,んじゃない,っていう、うんだか,らどうだからその企画を上回ったら配信者の勝ちだろうし、ね、企画ねバックレても面白くできるんだったらバックレりゃいいしって思うけど好きにすりゃいいよ。うん。うん やらないやつは何やってもやらないもんやるやつは黙っててもやるもん、うん、はあ、配信者金持ってるからその金狙っちゃいましょうよって言ったの <laughs> どういうこと、うん 運営側がそんなこと言っていいのいいよ別に。うん。全然構わないよ。うん、だって抜けるやつ抜けるしあのやる気ないやつはやる気ないもんだって配信でそうじゃない駒田さん。やる気ある人と仕事したいんだけど俺。<laughs> 面白いことやってやるっていう人と一緒に番組作りたいから別にやる気ない人抜けてくだけだよ。 <laughs> 俺普通にそう思ってるよ <laughs>、うん。ねえ面白かったよね渡邊、ね。うん。背頃は首が痛いっていうのと顎が少し痛いですね。あと口が下唇ちょっと切れてるけどこれすぐ治ると思う全部。うん 俺はだから面白かったかつまんなかったかじゃなくて次見たいと思ったかどうか聞きたいよねだからだから結果が楽しみだね <laughs> 次やったら動画見るのかな見ないのかなってで見なかったら負けだからただ単にで見てもらったらね嬉しいってだけだからうんだから見るのか見ないのかしかだけだよで見ない人は見ない見てくれる人は見てくれるっていうそんなもんじゃないうん つまらななかったら見ないよリスナーも暇じゃないんだから染、うん、まないネットなんかさあの自分の指のボタン一つでさいくらでもコントロールできるんだから。 面白いわ枠は何時間でもいても面白いけどさつまんねえ枠って 5, 5秒でブラウザバックするでしょみんなもそれだけだよただいやしないてるてるさんまあまあまあ始まったばっかりっていうかねやっとスタートって感じじゃないの今日。 うん俺は普通になんか面白かったわっていうのを目指すけど、うん、ただ単に番組面白かったとか野田面白かったとか小島面白かったって声聞いたりとかいろんな人が面白かったっていうのを聞いてああすげえなーってやっぱ持ってるやつ持ってんだなーっていう感覚で嬉しいなーっていうそうただそれだけ。 ありがとう風船ありがとう <laughs> オフィス来たのねタレントさん少なくなっちゃったからねはい、うん、<laughs> なんかオ,オフィス来たのがどうこうとか全然ないよ ただ普通に楽しいことやりたい。バカバカなことやって笑ってくだらねえっつって10年後もバカ話できたら最強。だからなんだろうそういうなんかバカだなーって言って10年後なんか居酒屋とかで聞こえてくるような話になったら面白いかなみたいな。そんな感覚かな。 おはようございます。昨日それぞれに出された課題と合否はいつ発表されるんですか動画の発表ってこといや昨日発表してたじゃん。昨日その回じゃん,、うん。だからもう動いてる人動いてるよ。もう企画遂行しようって動いてる人は動いてるし動かない人は動かないし。わかんない。いつ発表って俺昨日発表したと思うんだけど。 っていうか昨日そのための回じゃないの分 <laughs> かんないな。もともとは他の事務所の問題にオフィス来たのが巻き込まれてる気がする。ああまあまあいろいろあるらしいよねオフィス来たのはね。おはようお疲れーよい子さんいらっしゃい。課題を受けたものはリスナー見れないの自話でやるんだよだってポポロンさん。うん、配信者が自話でやるんだよ。 見見れれないのって見れるだから自分がこの人だって思った人の応援するんだよっていう企画だからうんああそうなんだ結婚したら知らなかったんだうんうん だからまあポポロンさんが「あ誰々さんの企画面白そう」っつって見に行けばいいんだよ企画いつやんのっつってえっと放送受話をやったらこの回でこのタイムシフトこのタイムシフトが結果報告ですよって言って DM をもらう流れになってんので運営さんがあのチェックをしてそれをダンカンさんに見せるっていう感じうんオッケー そうまあまあそれをダンカンさんが見るんですねっていうのはそういう感じうんいや全然お疲れ疲れためちゃめちゃポロリがねちょっとねポロリのせいで56時間時間食ったからねつれえと思ってまあしょうがないよな一生懸命笑いとるために赤粉とかね貧乏ちゃまとかやってきたんだもんなそう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  まあやる人やらない人もいて面白くなるんじゃないかな、う。ん いや、俺、池上さん面白かったと思うよ。ただ、野田が食っただけだった。俺、池上は手応えあったよ。やっぱ池上さん面白えと思って。ただ、ただだよ。野田ゾーが上位互換だったの。池上さんと野田ゾー要はね、池上さんの最終形が俺、野田ゾーだと思ってたの。いや、いや、なんつうの、わかるてるてるさん感覚。池上さんの上位互換が野田ゾーっていう。 ままんまキャラクター的に要は磨いていった感じっていう感覚だったね俺は最終的な権限ってやっぱダンカンなのうんどうなんだろうなまあそうでしょうダンカンさんがやっぱこの企画出たくないっつったら番組おざんだからねこんなのやめようぜっつったら終わりでしょ全然美味しくないし面白くないって言ったら終わりだからね <laughs> そなないなんだこれってなったら終わりでしょ、うん、見る目が違うあそう俺池上さんすげえ美味しくいじられてたと思うけどねただ印象がのぞぞおりに持ってかれちゃったって感じだったあいやよく言われる俺はあえてそれは狙ってやったんだけど小ボケだと思って。 インカも音してなかったのにインカもこうやってずっと触ってたりとかずっと小ネタはやってたの俺の中でイヤホンイヤホン何の音も聞こえないイヤホンをずっとこうやってやってたりとか無駄にマイクをいじってみたりとか頑張ってみたよ <laughs> <laughs>、うん、受かって自体いやいいんじゃないっていうか別になんか自体とかじゃなくて普通にただダラダラやらないで 普通になんかダラダラしてる人とやる気満々でどん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 そのだなんかダンカンさんと近くなっていく人が現れるだけだと思ってるから好きにすりゃいいじゃんいやでもすごいなんかいろんな話生で聞けて面白かったよ俺ダンカンさんからうん,なんか なんか、た、男子師匠の話をしてて、男子師匠から言われたのが、悪い噂は早く広まるから悪いやつになれよって言われたらしいの。いい人っていうのは一回スキャンダルやったら、ね、いい人っていうのは一回スキャンダルやったら、もう二度と立ち上がれないけど、悪い人になれって。悪い人になったら <laughs>、 どんどん悪い噂が広まってくれるから悪い噂の爆発力はすごいんだよってだからダンカン悪い人になれよって教わったっていうそれ生主と一緒じゃんとか思ったりとかあと男のファンを作れって一生守ってくれるのは男のファンで女の人はキャーキャーって言ってるけどすぐどっか行くよってっていう感覚は俺らにあるんだよねみたいななんか結構生主に通ずる部分ってあるなと思って。 うんうん、んな感じかな知らないどれさんに聞いて <laughs> うんどうなんだろうそうそう,そうすげえ可愛がってもらったようん <laughs>、うん げ楽しかった、うん、楽しかったね2時間ね金馬さん見たかったけどね金馬さ、ね、んはもともとねかあんまりっていう感じだったね、うん、まあ出たい人が出るのが一番面白いんじゃん出たくない人を出したらダメだよ うんお疲れ様ですせやかてさんいい写真これツイッターにあげるじゃあなんかね俺さ実は母ちゃんがさ若い頃って芸人だったんだよあの売れない芸女芸人やってただからさ母ちゃんがこれ見たら何て言うんだろうなとか思ったけどねうん どやさドヤさはあれはすごかったねひどんなのいやあいつ面白いと思ってすげえひどんなやっぱすげえと思ったまあまあぐだる時間っていうか俺はだから面白い人と面白く面白い人と面白くない人と噛み合う人と噛み合う噛み合わない人がいただけだと思ってるただ単に <laughs> 全員ドッカンドッカンはないと思ってる。で、テレビはそれを編集して面白いところだけを使ってるわけだから、まあ、生放送やったらこうなるよなっていう。で、あの今回編集ありの動画が入るのね、今後アップロードしていくんだけど、まあその時になんかどういう評価になるのかなっていうのも楽しみだし。もともと悪い人じゃないんですかよくわかんない。悪い人とかいい人とか。 ひどんの面白かったねすげえうんだから普通に面白かった人やっぱいるようん面太郎さんも面白かったしね、うん、即答でやりますって食い気味に言って「やるの?」とか思ってごねる人とやるっていう人のなんかこう決断力の違いがすげえ面白かったの、ね、よ、うん いや、やらない人もいると思うよ、俺。<laughs> やる人はやるだろうし、やらない人はやらないだろうなっていう感覚っすね <laughs>。やらない人はやんないでしょ。うん。やる人はやるんで。うん うん俺はとりあえず便所さんの「桃太郎」は絶対見るって決めたけど、ね、猿と犬とキジを携えて冒険をするっていう企画はめちゃめちゃ面白いから、ね、俺は絶対見るけどどういうことと思って犬はまあ余裕じゃん。犬は あのリスナーさんで飼ってる人とかいるじゃんオッケーじゃん、まあ、猿サルサルサルかみたいななんとかなるかなみたいなサル捕獲できんのかなで俺一番重要な記事だと思ってんのいや絶対面白いでしょサルは弁当さん山とか入ってサルを捕獲する枠とか絶対面白いし犬仲間にした時の感動と 猿,猿でもハードルすげえ猿捕まえるだけでもハードル高いじゃんで猿と犬を携えてキジどうすんだろうっていうそれパンチになるのかなフクロウになるのかなとかの展開を考えたりとか便所さんがどういう段取り踏むのかはもう展開が見えないからで最後どうするんだろうってきびだんごとかどうするんだろうキジってなんだよって思うよねうん あの中とかねいやだからそれも含めてどう配信で見せてくれるんだろううっていうだからもしかしたら記事だけはさ人間の配信者でさキジの格好したやつが用意してキジだって言い張っても面白いじゃんコラボでいやこれ記事ですダンカンさんっていや人間でしょって言ってっていうのまで想像しちゃうのいやダンカンさんよく見てくださいキジですよっていう絡みとかも想像できて なんか弁所さんかさはやりそうっていう、うんいやだからそれもど,どうなるのかっていうだから全部が面白いっていう絶対見るうん。フッ「生で見るダムに沈んだどれの深夜食堂看板は見たい <laughs>、うん」「記事の衣装を着た何かになるのか本当の記事を連れてくるのか」 キジ的な動物なんかフィギュアなのかとかさいろいろ展開があるそう、うん、え桃太郎って猿じゃなかったっけ犬とキジとなんだっけ猿じゃなかったっけ桃太郎ってなんだっけ犬とキジと猿じゃなかったっけえなんだっけ桃太郎ってなんだっけうんああフクロウにキジって名札したりとかもね のハードルが高すぎるんだよねどう考えてもだってさみんなさキジって見たことあるキジって俺 <laughs> どこにいんのって感覚なので動物園に許可取るのかとかさなんかもう展開が読めないからでもベンドさんやるって言ったからねないよねサラで合ってるよねうん 猿もうハードル高いけど猿はまあ見たことあるじゃん野生の猿とかうん、うん、今言ったらできないってどういうこといやどういうことネタバレになるってこといやだから俺はただ自分の想像を語ってるだけだから <laughs> でも猿を従えそうで怖いんだよね普通に猿を部屋の中で飼ってても違和感ないじゃん免除さんってだから一切「あやります」って言った免除さんすげえと思ったよねできるんだこの人と思ってさすがだわと思ってうどうなるんだろうね あとなんだろう俺野田だぞりの俺は謝る方じゃなくて親子の川のつなきは絶対面白いと思ってるけどね。<laughs> <laughs> お母さんと孫が向こう側で野田ぞおりがこっち側ででそのロープをどうやって這わせるのかとかそのなつなつなをよ太さは無理じゃん。 野田は多分川、砂持って渡ってっていうのも面白いし、川入るから、でもそれがさ、多分ビニール紐になるのかとかさ、いろんな想像してすげえ面白いんだよね。うん。俺は、あの、謝る方じゃなくて、お母さんとのなんか、<laughs> 野田総理がお母さんと綱引きするっていうのはシュールだなって思ったね。それも絶対見るね、俺は。うん。うん。 <laughs> 一級河川でやってっていうのも良かったしね <laughs> 普通にいや別に普通になんか面白いと思ったけどな <laughs> 綱引きってね ななんでです問題なくできる私はさ,ださんのあのねじゃあさださんはずーっと後ろのこの辺に映ってるさださんがずっと面白かったのここら辺のさださんわかる他の演者が前に出てる時のもう面白かったよねあ俺も好きだったあとみどりさんのなんかちょっとロバってる感じとかも面白かったんだよね、うん ちょっとロバってた緑さんも面白かったそれでしょこっちの方のささんここにいる <laughs> ここでちょっと見えてるさださんでしょ面白かったよねなんかじわじわくる感じだったよなうんそういやーだからまあ普通にどうなるのかなーって感覚だけどね 南部さん思い出したあ電撃ネットワーク、うん、生肉いけるんですよって言ってたからな <laughs> う絶対無理だよ でもコスマグランプリはあれあのネタじゃなくてただのライフスタイルだからなあれ普通に食ってるっていうか普通に貧乏だからないやふ普段から生肉食ってるからあの人生肉どころかね緑亀食う人だからねそうやなうんいやこれさじゃあさ一回聞かせて 面白かかかかっったたつまんなかったか書いいいて正直にいいよどっちかって言ったら面白かったつまんなかったってどっちか書いてまあみんなつまんなかったって言うんだろうけど面白かったかつまんなかったかまず書いて面白かった俺は普通に面白かった歯うんあ小石普通に食ってたなそういえば胃の中っていうか普通に飲んでたよ アホだなと思って面白かったつまらなかった、うんうん、つまらなかった派は次見るのつまらなかった派は見るのかなどうなんだろうエンジャー面白かった うん、ダンカンたちが出したアイディアがいまいちだったという印象。ほうほうほう、うん、うん、つまんないつまんない時間がなかったかなつまんない時間が長かったかなああつまんなかったってことねはいはいはい。 まあ面白いところもちょいあったかなっていう感じか。じゃあつまんなかった人に正直に聞くけどもう見ないかいや見ちゃうわどっち俺そこが気になるの。つまんなかったっていう人に正直に書いてもう二度と見ないのかいや見ちゃうわってどっち で俺つまんなくてもいやちょっと気になっちゃうから正直見ちゃうわっていうんだったらチャンスあると思ってんの。うん、要はこれがフリーになってるって結果神回になったっていうあ見ないかうんじゃあ負けだろうなもう二度と見ないっていうんなら見てくれるんだったらまだ挽回のチャンスはあると思ってるあ見ちゃうじゃあまだいけるかなまだ勝負できるかなうん。 うん、いや俺普通に面白かったけどねシュールな感じだったよねちょっとね歯車噛み合ってない感じがねうんまあじゃあ気にはなるってことは見るんだろうねうんいや別にあのなんだろうリアルタイムじゃなくていいよ別にうんあまあまあそれでも全然構わないうん なるほどね、うん、っていうことは勘太郎さんはもうじゃあ、えー、とダンカン塾の公式は二度と見ないって感じか。うん、自あの配信者の受話だけは見るけど公式は絶対見ないって感じかなるほど。うんうん いや俺ねグループごとにね代表1名選んでくのってグループごと消失するグループとかあるかもしんないからそれも含めて楽しもうと思ってんの <laughs> 全員グループが何かケミストリーをってボイコットするグループとかも出てくると思うのだから一応ルール上はグループごとに1名ってなってるけど 次生主たちが何どういう流れを組む徒党を組んだりとかなんか生主同士でディスり合ったりとかも俺想定してるからだからもう流れに任せようっていう感じ俺はどうなるんだろうっていうのを見てる <laughs> 全員バックでただだっていないじゃん だからもう最終的に1人だけしか残ってないとかもシュールで面白いじゃん。僕は弾丸熟成1期生ですって言って5人選ぶっていうはずだったのにもう最後に解放だけ残ってるとかも超面白いと思うの。もう大爆笑するもんね。うん。<laughs> あれって。25人どこ行ったっていうさ。とかだったら僕出させてくださいよっていうルーキーが現れたりとか。 なんんか色々ありそうじゃん <laughs> とんでもねえやつが現れたりとかなんかまあ流れがね面白いのかなっていうそういう流れを楽しみたいね <laughs> うん公式見なくてもここに来れば全て分かりますよねいやーわかんないけどうん始まる前のみんなの様子が面白かったそれを和堂さん生かしてほしいああ まあ俺は演者じゃないかんね。演者だったらやりたいことはいっぱいあるよ。うん、いや不合格なんてこっち側言ってないよ。何にも言ってない。言ってないでしょ。不合格なんて。誰にも出してないよ。<laughs> 配信者が番組に飛び込むのか番組が配信者に近づくのか。両方じゃないの一番いい状態は。 いうかそんなことよりもあのー、なんつうのリスナーを笑わせてなんぼだし芸人さんは客を笑わせてなんぼだしって向いてる方向がどこに向いてるかじゃないのかなどうなんだろううんチャンスはあるとかじゃなくて別に俺らは何も言ってないよ <laughs> なんか言ったよスピコ 俺らは別にどれさんに何も言ってない <laughs> 別にやらなくてもやっても何してもどれさんの勝手だから、うん、そう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 呼んでない佐田の横にポンちゃんがいて何なのって言って「いや小人も連れてきました」とかさ面白いじゃん、うん <laughs> 課題とかテーマはなしのあ番組見てないね番組見たらわかるよ、うん、そう楽しければいいっていう感じそうそうそうすげえいいこと言うねほんとそれほんとそれ楽しきゃ何でもいいって感じほんとそれ <laughs> すっげえいいこと言うね勘違い屋の予約さん名言でしょほんとそれうん 楽しきゃ俺なんでもいいんだけどうんいや俺太郎あの桃太郎の無茶ぶりは好きだから普通になんか <laughs> どうなるんだろうっていう <laughs> うんいやーどういう展開になるんだろうなわけわかんないかんなマジで。 いや面白いよな毛じゃなくて棒も見えたよ、うん、毛だけだったらよかったよ棒まで入ってたよし,しっかり棒まで入ってたよただ亀の頭は見えなかったけどうん 亀の頭はセーフだったのに棒溶けだったの肉棒が映っちゃったからいや見えてたわもう最悪とか思ってもう本当に眠い最悪だと思ってうんいやあってなるよねうんもうそれはみんなで全力でフォローするでしょう もうやりきれって、もうここまで来たらもうやりきれんと。<laughs> 知らんと思う。あとはフォローすると。もう好きにやれと。もう見えちまったもんは見えちまったんだから。本人だって悪気があったわけじゃないでしょ。ただもうイラっとしたけどね、俺。いや、もう追放してと思ったけど。うん まあだからミラーのやつとかフワッチのミラーとかもバンなんじゃないのもろ見えてるわけだからだからフワッチのミラーサイトもバンされてるでしょだチンコ見えちゃうんだからうんいや完全に下隠しの人でしょ アグリンとかもさああいうお尻とかやるんだったら事前に言ってくれよみたいな水着大丈夫ですかしか聞いてねえよこっちとか思って <laughs> 何なんだよこいつらって思ったもんうんやるやらない自分の勝手だよやりたくなきゃやらなきゃいいじゃん 誰かが強制したやりたくのきゃやらなきゃいいじゃん。やりたきゃやれやいいじゃん。違う違うか、エルちゃん。やりたくなきゃやらなきゃいいじゃん, <laughs> ゃいいじゃん <laughs>。ゃんゃゃいいゃん <laughs> 誰も止めないよ <laughs>。やりたいんだったらとことんやった方がいいよ <laughs>。俺はそう思うよ、う。ん 同意見です。寝るか、そろそろ。いやまあまあ楽しかったわ、うん。ありがとう。じゃあ僕は寝ます。みんなありがとねうね、ん。まあ誰が段階熟成になるのか。 もう全然予想できないけどまああの楽しんでいきましょうこれからっていうかまあ普通にやるやつやらないやつも含めて俺はもう楽しみでしょうがないっすね誰がバックレて誰がやって誰が想像を超えてっていうのが楽しみで楽しみでしょうがないですねお疲れ様ですありがとうございましたお疲れ様です